おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。日曜日の10月15日、マーケティング会社のプロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社のガラナイト中に、当局がプロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社に対して行動を起こしました。プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社の弁護士であるビタリアーノ・アギーレ2世は、自分の依頼人は単なるマーケティング部門であり投資の勧誘に関与していないと述べました。フィリピンパンパンガで日曜日の夜10月15日、マカティのデュシット谷ホテルで開催されたマーケティング会社のプロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社のガラナイト中に、当局による共同のおとり捜査で疑わしい投資詐欺に関連して20人が逮捕されました。ラプラーから入手した当局の初期報告によると、プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社の役員、従業員、代理人とされる12人のフィリピン人と8人の外国人、5人のシンガポール人、2人のマレーシア人、1人のイギリス人が、共和国法8799号証券規制法と共和国法11765号金融商品及びサービス消費者保護法に違反したとして拘束されました。この共同作戦は、フィリピン国家警察刑事捜査局首都圏証券取引委員会大統領対組織犯罪委員会が主導しました。報告書によると、米国証券取引委員会執行投資家保護部は、プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社が、証券取引委員会から第二次ライセンスを得ずに、投資契約を通じて証券を提供、勧誘、販売しているとして、警察に協力を要請しました。プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社は、予測ゲームや取引所で選ばれた取引商品におけるリスク管理に基づいたオンラインプレイヤー管理プラットフォームであるプロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社インサーテックリミテッドのマーケティング部門であると報告書は述べている。プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社の公式に従えば、プレイヤーは正しい予測をすることで安定した毎日の勝利を楽しむことができますし、損失を心配する必要もありません。またこの会社は、世界で初めてプレイヤーにゲーム損失保護を提供した会社でもありますと報告書は述べています。大統領対組織犯罪委員会ディレクターのジェイソンは、同社は5月以降投資家から金銭を勧誘していたと述べました。フィリピン国家警察シックと米国証券取引委員会は、予審手続き中に提示するすべての文書を準備していると彼は述べました。プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社の弁護士であるビタリアーノ・アウィーレ2世は、ロドリゴ・ドゥテルテ政権下で元司法長官であるが、マカティの同社のガラナイトにも出席していました。ラプラーが入手したビデオによると、アウィーレはガラナイト中に法執行機関の存在を発表した後、聴衆の前で話しました。イソンは、アギーレは自分の依頼人の取引に何の問題もないと当局に説得しようとしたと述べました。私たちはプロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社のインターナショナルの保有弁護士です。私たちはこれを研究し、彼らに助言しました。彼らはここで5ヶ月間だけ運営しています。彼らは証券を提供していません。プロフェッショナルキャパビリティインターナショナル株式会社のインターナショナルは単なるマーケティング部門です。あなたが言っているオファーをしているのはインサーテックですと、アギーレはビデオで述べました。イソンはアギーレを逮捕する根拠はなかったと指摘しました。彼は公然と投資を勧誘していなかったからだ。逮捕の根拠は公然と投資を提供することです。セク・アギーレはプログラムで座っていただけです。彼は活発に投資の勧誘や投資のリターンについて説明する活動に参加していませんでした。
だから法執行機関が彼を逮捕する根拠はありませんでしたとイソンは述べました。イソンはまた投資詐欺に引っかからないようにするために米国証券取引委員会のウェブサイトから投資情報を確認するように一般市民に助言しました。米国証券取引委員会は定期的に投資家警告を発行し、規制当局から認可されていない会社への投資に対して一般市民を警告している。投資しようとしている人々に対しては、悪徳な人々が自分のお金を取ろうとしていることを知っても知らずも使っている有名人に惑わされないでくださいとイソンは10月16日月曜日にラプラーに語った。当局である米国証券取引委員会に相談してください。政府は米国証券取引委員会のウェブサイトを通じて投資に関する情報を利用可能にしましたので、人々は自分の苦労して稼いだお金についてもっと注意深くなるべきですと彼は付け加えました。逮捕された人々は現在ケソン市のキャンプクラメ内の刑事捜査局首都圏施設に拘留されています。以上です。続いてのニュースです。フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は第3の死亡した海外フィリピン労働者の遺体の送還を家族に保証しました。日曜日に被害者の家族と電話で話したマルコスは、エジプトとガザが開かれるとロレタ・アラクレの遺体は国に送還されると述べました。私たちはまずイスラエルで何が起こるかを見守っています。今は本当に混乱していて全てが閉鎖されていますとマルコスは述べました。私たちはイスラエルの状況の変化を待っています。今は混沌としていて全てが閉鎖されています。アラクレはネグロスオクシデンタル出身の49歳の海外フィリピン労働者で、現在の紛争で3人目のフィリピン人犠牲者です。彼女はハイファとテルアビブで介護士として働いていました。月曜日の声明で外務省もイスラエル・ハマス紛争によって影響を受けたフィリピン人を避難させるためにラファ国境の開放を望んでいると述べました。外務省はラファ国境が外国人を受け入れ始めるようになるために早期に解決策が見つかることを期待しています。そうすればガザにいる私たちの同胞たちはエジプトに渡ることができますと月曜日の声明で同省は述べました。そこから私たちのチームは彼らのフィリピンへの送還に取り組みますと同省は付け加えました。同省はガザで警戒レベル4を宣言し、フィリピン人の避難を義務付けた翌日に声明を発表しました。10月13日、外務省次官エドゥアルド・デベガはヨルダン大使館から得たデータに基づいてガザに131人のフィリピン人がいると述べました。ラファ国境はエジプトとガザの唯一の国境であり、西岸に対するイスラエルの封鎖のため難民にとって唯一可能な人道的回廊です。具体的な日付は発表されていませんが、米国務長官アンソニー・ブリンケンはラファ国境が人道目的で開かれることを保証しました。ラファは再開されます。私たちは国連やエジプトやイスラエルや他の国々と協力して援助物資を届ける仕組みを作っています。そうすればガザにいる私たちの同胞たちはエジプトに渡ることができますとブリンケンは月曜日にカイロ空港で行われた記者会見で述べましました。しかし CNN で土曜日に行われたインタビューでエジプトの高官によると、国境のパレスチナ側はイスラエルの空爆によって破壊されているという報道によると、カイロは現在の移民の状況に関する懸念から国境を開くことに消極的です。他のアフリカ諸国からの約100万人の難民の存在は1000人以上のパレスチナ難民を受け入れることに不安を感じています。以上です。続いてのニュースです。日曜日の夜、コタバとの混乱したピキット町で、2020年以降に銃撃で50人以上が死亡した場所で
正体不明の銃撃犯がオートバイに乗っていた2人の男性を殺害した。ピキット市警察署長のジョン・アービン看板隊員は、月曜日に記者団に対し、21歳のジャメル・プンダとエブラヒムと20歳のムハリデン・サンバーン・アメルはどこかに向かっていたところ、町内のバランガイ・ラドティンガンとカラワグの境界沿いに待ち伏せしていた男たちに拳銃で撃たれたと述べた。エブラヒムとアメルはどちらもモロマギンダナオ人で、現場で複数の銃創で死亡した。コタバト州第一地区に位置するピキットは、この2年以上、同町の様々なバラン街で次々と起こる銃撃事件のために話題になっている警察バラン街役員陸軍第90歩兵大隊から得られた記録によると、2020年以降、ピキットでは56人が一つの銃撃事件から別の銃撃事件にかけて殺害されている。看板は警察捜査官とバラン街役員が協力して、日曜日の夜の3時でエブラヒムとアメルを殺害した犯人を特定するために取り組んでいると述べた。ニュースは以上となります。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。